皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。えー、本日は十一月九日金曜日。あっという間の金曜日ですね。えー、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。 さて、本日はね、新規初投稿ではないんですけども、毎週のね、えー、フェボからのね、プレゼント企画の第1弾、えー、ボス様からね、ローランドさんからいただいたですね、えー、ソルダレスケーブルのセットですね、えー、お送りしましたらですね、早速もう組み込んでいただいてですね、投稿いただきました。ビッグマフの、えー、彼氏さん、えー、広島県のね、16歳ですよ。も、ま、う、あ、ありがとうございます。届いて嬉しかったんでしょうね。速攻で組んでいただいて、すぐ投稿いただきました。で、一つ前のね、投稿と見比べていただくとよくわかると思うんですけど、このね、エンカウンター、バイタルオーディオのね、4ループの赤いスイッチャーのね、このループの部分こう見ていただくとわかる あるんですけど、えー、ループ1から 4,、えー、4がありまして1から3のところをですね、えー、今回ボスの、えー、ソルダレスに変えてですねそれから4のところ、えー、こちらをですね、えー、エンカンターにもともとこう初回バージョンにね、えー、特典でついていた va パッチ赤いパッチケーブルですねこれはあのループ4からライン6のねディレイの方に繋いでいるということでねもう見比べていただくとねその効果のことがバッチリわかりますねであのビッグマフの彼氏さんねプロフィール見るとね配線は結束バンドで止める派ですって <laughs> どういう派閥なのかまあエフオーもね同じ派閥ですので, <laughs> で今回の最新ボード見るとねまだね結束バンド までではね止めてないようですのでえー、これをね、こう、各、えー、パッチケーブルをね、わいていただいて、えー、かつ、あの、コメントにあります DD3 をね、今、なんか修理に出しているということなので、えー、ボスのね、デジタルディレイの、えー、DD3 をね、組み込んだ形でね、最終形態でね、また投稿いただけたらありがたいなというふうに思います。えー、今回ね、企画にご協力いただいた Fever Award 2018でね、えー、ミディ付きのスイッチャー部門でね、初受賞されたローランドボスさん、えー、誠にありがとうございました。それからね、すぐご対応いただいたビッグマフの彼氏さん、えー、こういうふうにね、すぐ対応していただけるとね、本当にあの、この企画やった甲斐があったなというふうに感じました。ということで、 引き続きね、エペボーの方を楽しんでいただきたいと思います。投稿皆様は黙っております。ありがとうございました。